ね、うん、中盤戦白星を飾りました北勝富士です。さて好調力士再び登場です。高安ここまで5連勝です。今日の相手はしかし5連敗の一山本という対照的な両者の対戦が組まれました。今場所高安好調ですね。どう見てますか。そうですね、いやもう落ち着いてますね、重心がどしっとしてるっていうかですね、下半身がしっかりしてるなっていうのを感じますね、実は私場所前に高安とちょっと話をする機会があったんですけど、はい、アベマの大相撲ライブをいつも見てるとおっしゃってましたね。北海道岩内町出身、やっぱりスマホなんかで非常にこう見やすいと、まあ、なるほどですね、おっしゃってました、はい、地方とか行くと特にね、そういうのありがたいですよね、スマホでってことが多くなるんで、やっぱり移動中も見ることができる、で自分の取り組みをまあその見返したりもできると、そうです、ね、活用をしてくださっているようです。地切れ高安のこれは応援の紙を持っています。達筆ですね、これ安っていう字難しいじゃないですか、バランスが。確かにそうですね、うん、高安女子ですね、いやこのでも応援の、まあ、しこ名を書いてこう掲げている方たくさんいらっしゃいますが、土俵にいる側からするとどうですか、目に入るもんですか。まあ人それぞれですけど、自分はあんま見てなかったですね。あ、見てなかった、あんまなかったから。いやんなことないでしょう、あったでしょう。あんま見てない。いや今ほら多いじゃないですか、タオル、はい、僕らの時タオルってそんななかったな。あ、かタオルは比較的新しめのグッズですよね。その声出せないからとかでできたものだったりする、はい、タオルって印象がなかったですね。応援の声はどうですか、豊ノ島。聞こえますよ、子供と、はい、あと女性の声がやっぱ高いんで、耳に入りやすいですよ、それ以外は結構わーみたいな感じが入ってくるんですよね。あ、そういうもんですか。さあ時間になりました。5連勝の高安、今日の相撲はもろ手でいきます。一山本捕まえに行く、押して出てきました。高安捕まえに行きます。四つになりました。一山本四つになって上手を下がりますが、すくい投げ、高安勝って6連勝あ、好調です。ここまで土つかず勝ちっぱなしの6連勝高安。一山本四つになってしまいましたね。そうですね、まあまあ流れで刺してしまったって感じですんで、下手投げで高安の勝ち。まあまあやっぱ慌てないですね、見てる方が勝手にちょっとおーって思っちゃったんですけど、はい、多分高安本人はそこまで慌ててない感じですね、ここですね、一度見なしたところ、なんかこうやってる側としては5連勝でいって、はい、相手5連敗じゃないですか、でこの高安的にもそんなめちゃくちゃ得意にするタイプでもないと思うんですよ、はい、相撲のタイプでいうと、やっぱり距離を空けてくるタイプなんで、はい、だちょっとやっぱ心なしかね、嫌な場面ではあるんですけど、でもなんか全然落ち着いて取ってる感じがするんで、行ってほしいですね、本当に。もう何度目の正直になるか分からないですけども、いや本当に行ってほしいなって思います、ね、何度も、ね、優勝争いには絡んできましたが、未だ優勝がありません。いや、そうそう、成績とか考えたら優勝してないのがおかしいぐらいの、ね、安定感だったりするんですけど、本当に優勝に縁がないので、はい、もうなんとかね、ちょうど去年の1年前ですよね、大阪場所で決定戦やって、はい、ありましたね、若隆景戦も、はい、やっぱりこれ頑張ってほしいですね、そして去年は九州でも優勝争い、最後は阿炎に敗れるというね、
未だ優勝経験のない大関経験者高安、勝って6連勝としています。アベマ大相撲ライブ生中継でお届けしています。では高安6連勝の瞬間、改めてご覧いただきましょう。